こんにちは広島の新しいさだなみを伝える音声メディアブランドニューウェイプロ広島この番組では2021年4月に開催した広島ブランド未来会議の参加者同士が日頃感じているまだブランドとしては確立していないけれど確かに湧き立ち始めている広島県内の新しいさだなみをきっかけによもやまに対話していきますパーソナリティは広島の素晴らしさを伝える広島県の取り組み エナジーーオブピース広島に賛同している施設レインボー倉庫広島を運営している安村道義ですすどうぞよろししくお願いいたしますさて第6回の今回はゲストに NPO 法人星原山の学校副理事長の浦田愛さんと株式会社広島松田折鶴タワー課長常広彰志さんにお越しいただきましたお二人ともどうぞよろしくお願いします よろしくお願いします,ししますありがとうございますそれではまずはですねお二人の自己紹介を簡単にお願いできますでしょうかでは本日は常博さんからぜひよろしくお願いいたしますはい常博少子と申します私あの株式会社広島松田という車のディーラーでえっとそこを運営しているオリズルタワーで課長をしておりますオリズルタワーも全体を見ながら この1階にある飲食店のアクシュカフェとといいいいうところを担当させててただいていますで、まあ、オリズタワーと握手カフェだけではなくてこれまであのオリズタワーを外に発信していた行く営業みたいなこともしてましたのでそういうところから広島全体の観光をもっと盛り上げられないかなっていうこととこ地域づくりエリアマネジメントですねこういうことに、えっと、ちょっと取り組んでいけたらなと、まあ、講師交えながらいろんなことにチャレンジをさせていただいております。 はい、ありがとうございます。それでは続きまして浦田愛さんよろしくお願いいたします。はい、えー、オリズルタワーが街中にあれば、えー、私のところはの山奥にあります広島県三原市の上田町という、えー、農山村の山の上にある廃校を、えー、拠点とした。 都市農村交流宿泊施設を運営しております。えー、っと、週末になると自然体験にやってくる、えー、ファミリー連れの方が、えー、っと、まあ、多いんですけれども、えー、私自身は、故郷を未来、ん <laughs> ふるさとを100年後の未来につなぐっていうのをテーマに活動をしております。なるほど。 よろしくお願いします <laughs>。よろしくお願いします。今もなんかあのふんわりと音を聞こえますけど、これ何の声ですか。えっと田んぼに水が入り始めているのでカエルが鳴き始めました。おお<ー>、はい、もう冬眠からためてるんですね。そうなんです。オクタマジャクシも泳ぎ始めています。はい、えちょっと待ってください,い聞いてもいいですか。オタマジャクシが成長してカエルになるじゃないんですか。 そうです、すでカエルは1年でいなくなるわけではないので、あわかります。えー、で、あアカガエルっていうカエルは、まだあの雪が降る間に、一回ね、春が春のようなちょっと生暖かい日が来て、雪じゃなくて雨が降るような日が来るんですよ。ははははいいいい時に山かからら一回冬眠覚めて ででで卵を産んん二度寝するんでするなるほど、ね、<ー>それがねもうすでにおたまじゃくしになって田んぼのところで泳いでいるといういやー今完全にね初めて言いましたよ <laughs> 僕はもう毎年おたまじゃくしスタートでカエルになってると思ってましたあーねー、はい。そうなんですよ知らないことが自然の中には山ほどあるありますね そんなことを教えていただいている村田愛さんということではい今日はよろししくお願いしますそれではですね、えっと、前回ご登場いただいた諏訪さんと福岡さんそれぞれから今日のゲストのお二人にですねあの質問をいただいております。今日はその質問を交えながらお二人が感じる広島のさざ波についてあの話していければなと思っておりますので。 では、まずは、あの、つねひろさんに、つばさんからこんな質問をいただいております。はい、原爆ドームを近隣に携えながらの、これから変わっていくオリズタワー周辺エリアを今後どうしていきたいかに加えて、観光客が戻ってきた時のプランはありますかというご質問をいただいております。いかがでしょうか 原爆ドーム資料館もそうなんですけどそもそも折り鶴タワーが何がしたいかっていうこともちょっと重ねますとうん、うん、資料館原爆ドームは当時の情報がたくさんあると思うんですよ。で当時のことを知っていただきながらあと戦争って嫌だな原爆って嫌だな裏返して平和っていいよねっていうようなところが、まあ、平和公園周辺かと思うんです。でオリズルタワーががししたいこととはそれとまあ調和もしながら と75年草木も生ると言われた広島がこんなに元気な町になってますよっていう当時から先あのそこから続く現在と未来をあの、まあ、フォーカスして見ていただきたいというのがオリズータウンの原点で,で、まあ、そこから見ていただく景色で、まあ、みんな頑張ったに、ね、よかったね広島っていいねで裏返,し裏返しての平和ではなくてそのポジティブな意味でこう平和を感じていただけるとそういう場所 だと思ってるんですで、まあ、この辺りどん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 変わっていくんですけれども、うん、<laughs> 資料館原爆ドーム、まあ、中心に世界中からいろんな方々来ていただいてると思うんですけど、えっとまあ、こ,この2年コロナでいろんなあの観光の補助金とかあのそんなのを交えながら、ね、いろんな観光プロダクトとか新しい事業とかがたくさん起こってると思うんですよ。 やっていきたいなと思っているところにサッカースタジアムと球場の跡地の再開発 PFI という話が重なっているのでじゃあせっかくならそ,そこら辺までこうちょっと少しあのエリアを広げてでこの辺りにみんなが来るようなあのことができたらいいなと思いますなるほどで。それってもう一人一人がバラバラやっててもあれなんでこうみんなで協力して共同発信していくような。 形が必要だなと思うしそこには県とか市とか、あのー、観光連盟さんとかビューローとかいろんな方々にこういろんな力を借りながらやっていけたらいいんじゃないかなと思うんですよね。私京都に遊びに行った時にすごい街だなと思ったんですけど、うん、やっぱりああいうふうに、まあ、他方面にたくさんコンテンツがあってその合間合間のある飲食店も店前でコロッケ売ったり。 もうどこ歩いても何をこう捨てて歩くかぐらいこうコンテンツが転がってる街だったと思うんです、ねうん、と広島もそういうふうにこうなんか街を挙げてこう目指してあのそういうところを目指してとやっていけたらいいなと思います白間原爆ドームだけじゃないぞというところが世界中にこう広がっていけばいいなと思いますそれだけコンテンツ今増えてるだろうなと思います、うん、いや素晴らしい 構想と意気込みだなと今聞いてて、どこで口挟もうかなと思ってました。<laughs> <laughs> でもお、おっしゃる通りだと思います。あの、それぞれの、まあ、民間事業者がそれぞれができる範囲で、あの、コンテンツを提供しながら、かつ、あの、協力体制を取っていくというか、自然とこう、手と手をつなぎ合って、あの、お互いの事業が相乗効果になるような仕組み作り。まあ、これが、あの、これから、 の時代に対して必要なまちづくりななんだろうなと本当に思います。でそれってあの民間事業者だけではなく公共のまあ公園整備であったりとか、まあ、そういったあの道路の整備であったりとか、まあ、使用許可の部分ですよね店頭でコロッケが売れるぐらいあの寛容な規約の作り方であったりとか、まあ、そういったところっていうのは官民一体になって一緒に進めていくべきだなと僕も すごく共感するところなので、それをぜひ広島の町の中心であるオリズタワーさんから進めていただけると、われわれ、近隣都市圏の人間にとってみれば、非常にやりやすいなと思いますので、ぜひ応援しております。ありがとうございます。ちょっとエリアマネジメントの団体も立ち上げたりですね、うん、そういった方向に、やっぱり観光と地域づくり、それぞれがこう大きくなるとあの、そういうところがまとまっていくと思うので、どんどんやっていきたいなと思います。 ちなみにそのエリアマネジメントの団体というのはどんな団体なんですかはい、神谷町大手町未来会議っていう団体なんですけど、大手町1丁目、2丁目と神谷町2丁目、と相い通りから平和通りまでの間の電車通りからの3モール側ですね、はい、この折ズ鶴タワー3モールがあるこのエリアを全体でこうみんなでもう一回こう盛り上げてこいこうといあのーまあ 例えば公共施設の利活用だったり、はい、まあ例えば電線をなくす、まあ、無電柱化だったり、まあ、いろんなことにこう今から取り組んでいったり、救助跡地で行われるイベントでたくさん人が来るんだったら、街を上げてそこからこっちにおいでよというようななるほど活動ができればなと思ってます。えっと今のの話を受けてて浦田さんから見てその 市民救助跡地ってこれからあの公園に整備されるんですよね。でその中においてこう自然の取り入れ方とかどういった視点をお持ちですかそうあの都市にグリーンがあるってすごくいいなと思っていて、うん、であのグリーンがあることで町がこうなんていうのかないていたくなるそこでこう 痛くなる街になるよねって思いますよね。今、ちなみに、あの、市電の原爆ドーム前の線路は一部芝生化してますけど。やっぱり、あれも僕は大きいなと思いますけど。常広さん、どうですか、あの、海外から来た方の反応とか。そうですね、あの、オリゼーターカーの景色も、と、周り、割と山に囲まれてて。どっち向いても、まあ、宮島が見える、宮島が見えるも含めて。 こう緑に囲まれてますしもともとヒロデンさん緑色ベースなのであの、まあ、いろんな意味でこう調和もしてますし <laughs> さっき言われたようにこう原爆ドン前の電廷の付近にこう芝生引いてあったりするのもあの無機質じゃなくていいいなと思いますなんかああいうグリーン取り入れ方僕本当にちづくり、まあ、都市の設計において非常に先進的で嬉しいなという気持ちなんですけど。 ぜひ市民居住者たちもああいう感覚で、もっともっとグリーン取り入れてほしいですよね。そうですね。なんか桜並木できるみたいですよ。ええー。桜並木。いいですね。はい、平和の軸線上に、あの桜並木が、まあ、計画上ではと思うんです、あの、原爆ドームからの平和の直線上にできるということですね。まあそうですね。はい。ね、グリーンアリーナに向けて。あとなんかやっぱりカエルも放ってほしいですね。 <laughs> <laughs> カエルも来るような街にいや <laughs> 本当でもそういう自然大気の作り方必要だと思うんですけど。水辺がいるんですかねやっぱりカエルは、さんそうですね。いや今ねあの、緑化の話だけど、オリズルタワーの周り、本当上にね、私も登ってみたらグリーンだなと思って、うんうん、で比べて実は三好の駅の周辺って、 緑ないんですよね<ー>これは多分ね山があるからあのあまりに自然に包まれすぎていてこう植栽をこう植え込みを作るとかの何だろうねその街並みの中に緑をもっと取り込んでいくっていうところがもしかしたらあの三好とか庄原とか、えー、よくわかんないけど県北部の方はあるからいいじゃんになるのかもわからなくって。 県内あちこちどここども行って、えー、駅から降りたらあなんか安らぐみたいな空間づくりが全体としてねできていくとまた広島って面白いっていいいいねってなっていくのかもわかんないですしね。あーなるほどね。から見た田舎 とか田舎から見た都市みたいなのもねまた語って語り合っていけたら面白いんだろうなとは思いますよね、うん、でも今日はまさにその対比ができてるのでねっはい話も面白いと <laughs>、まあ、そちょっとそんな中で一回あの常広さんにお聞きしたいのが今そのオリズムタワー周辺とか先ほどおっしゃられたエリアの周辺で、まあ、起こっている新しい広島のさざ波気になっている動きであったり、まあ、新年度になって春になって ここんなことちょっと面白そうだなと思っていることなんかがあれば教えてくださいはいえー、とさっきも言いましたあの神谷町大手町未来会議ってと昨年11月に発足会をやってと、まあ、今月4月1日にと第1回の総会をやって、まあ、まさに今から動き出そうとしているところなんですねで、まあ、これが動き出すとこう、まあ、この大手町一丁目会話隈って割とこう町の中心広島の中心部だなと思う まあ自負してるというか思っているので、まあ、大きく変わっていけばなと思います。で加えてこのエリアマネジメントの値っていうのが、はい、ちょっと把握全部できてないんですけどあそんなに大きいですかそ,そんな大きいです。いえいえあのその大きさではなくて数が十いくつこの、まあ、広島駅からこっちぐらいであってそんなたくさんあるのっていうぐらいみんなあの地域を何とかしようと動いて。 来始めてる全国的にこのえりまねっていうのがこう流行ってるところもあると思うんですけど、まあ、そういうところで、まあ、我々もそのまあ初先輩方の背中を借りながらいろんなことができたらいいなと思うしさざ波という意味では、まあ、我々が今さざ波なので、うん、大きな波になっていければいいなといやそんなさざ波の常宏さんにお聞きしたいんですけど ちょっとここだけの話、今年考えてる大きなイベントとかあれば大きなイベント、うん、そうですね、まあ、こう、過去にもやってたイベントと、はい、オリズルタワー連携してやってたものが、まあ、あるんですけど、うんうん、こっからじゃ広島っていうイベントがあって、コロナでちょっと2年ほど残念な感じなんですけど、まあ、3年前には、地域で飲食店で、あのコスプレの方とかがたくさん来るんで。へー コスプレの方が割ととお店にに入りにくいとかこん,んなところを解消しようと飲食店あの僕ぐるっと回ってあのコスプレ入店 OK のポスターをどういただけるなら貼ってくださいってるほど、なんですけど,どまあそういうその街を挙げての活動が今のこの団体を使、まあ、通じてもっともっといろんなことにみんなで取り組めるんじゃないかなと思うのでイベントが成長するにつれてその まあその我々の協力も、あのー、もっともっといろんな形でできるようになっていったらいいなと思ってます素晴らしいですねやっぱり多様性の時代ですからいろんなこう文化の人たちが使いやすくなる必要があると思ってます、うん、で特に広島って実はそのサブカルチャーの歴史は長いんですよねなのでそういったところをよりこう許容してくれるまちづくりっていうのは僕はすごく嬉しいなと思いますので。 ぜひあのコスプレ要員が一人であれば呼んでください。あ必要ですよ。<laughs> <laughs> あの常時髪が青いんで今。<laughs> はい。ありがとうございます。お願いします。はいではここからはですねえっと浦田さんにフォーカスを当てさせていただきまして前回ご出演いただいた福岡さんから浦田愛さんに対してこんな質問をいただいております。愛さんの見ている広島って。 っていうことをテーマに、広島に対する貴族感ですね。まあ、そういった思いはどのように考えられているか。をお聞かせいただければと思います。そうなんですよね。えー、福岡さん、ありがとうございます。私の見ている広島ですね。あの、実は私は、あの、福岡市で育って。うん、で、あの、初めて広島に来たのはですね。 ガールスカートの平和の集いへの参加みたいなので原爆ドームに行ってその後宮島に行ってまた福岡に帰ったっていうのが<ー>小学あれは4年生かなんかの多分思い出なんですねその1週間後には家族を連れて広島に来たんですよすごいですねあのえっ、ー、と両親に広島にを見せたいって思ってですねでその 印象の中でその平和公園の中のあの何、ー、だろう平和公園の原爆ドームとかではなくて原爆ドームの周りの食材の公園の雰囲気がなんか人がこう歩いていて誰もがこう平和に歩いているっていうのがすごい今でもこう何だろうねやっぱり原爆ドーム もう出た時にそれが見えたから印象に残ったのかなその後宮島もどうしても両親に見せたいって思って出てきた、うん、多分ね修学旅行に来た、あのー、子どもたちまたあの広島を親に見せたいって思って連れてくる人たちやっぱりいたんじゃないのかなっていうふうにはね思うんだけどそれが私のね初めての広島の印象だったんです。 そ<で>そういううい体体験験なななんんんででですすすねねあよよ次に広島に来たのが大学時代なんですけど大学時代に来た時は東山に行ったんです、うんまあ、東山の騎馬山山系の,、うん、の山なんですがこの山がまた九州の山ともあのー、なんだろうえっ、ー、とアルプスとかの切り立ったような山とも違っていてなだらかーなー こう稜線がずっと上から見てもこう連なりが見えていくで山並みが見えるっていうのでこんな美しい景観があるんだってでその下の方にあの小さな町が見えて田んぼがあ,のあってっていうのがあの忘れられない景色になってでこんな景色の中でどんなふうに暮らしが営まれているのかなっていうのが本当あのー、私の中の関心。 になってでそれがですねのきっかけであの中山間地域、まあ、広島のあの山の中に一回暮らしてみようっていうの思いになったので私の中の広島というとそのなだらかな山並みとあの瀬戸内海にある宮島にかなんていうのかな挟まれた場所っていう、えー 自然豊かな場所っていうイメージがあるんですよね。いやすごい綺麗にまとめていただいてありがとうございます。<laughs> <laughs> めちゃわかりやすかったし、<の>逆にその今のじゃあ愛さんが活動拠点されてるのはどちらですか？うんうん、ええー、なのでね山なんですよね。であの、えー、よくまあ有名なのは瀬戸内海の方。うん かなと思うんですよあの日本全国の方に聞いて広島のイメージはって言った時にもしかしたらまあ宮島、うんえー、原爆ドーム瀬戸内海って出てくるのかなと、うん、で今もうあの世界的にも瀬戸内海はあのサイクリングのメッカになっていて行きたいサイクリングしたい場所はって言ったら瀬戸内海のあのーえー、とな何波だっけ山並みじゃなくて 島並み出てこなきゃだめじゃん。<laughs> <laughs> 島並み行きたいってなるんだけどまああの私がいるのは山並みの方です。うんはい、でその山並みのところの暮らしあの昔ながらの自然と人が作り出す暮らしにもう惚れ込んでいてあのもう何だろうね あと100年生きても知り尽くせないものがたくさんあるっていういやそうは素晴らしいですよね本当に、えー、素晴らしいんです私はそこでいろんなことを手からこう作り出していけるおばあちゃんになるっていうのがの教何教科書見なくてもっていうかなレシピを見なくレシピ本見なくても、えー、そこであるものを作っなんパ,パパパッとこう合わせて 創作料理っていうかなおばあちゃんの料理が出せるようなであのたくさんの孫に囲まれているようなねええー、農村のおばあちゃんに可愛い,いおばあちゃんになるのが目標なんですがなるほど <laughs> でも今のお話にあった通り確かにその広島って今海外からうまい